こんにちは商学部の清水です私の専門マーケティングその中でも特に消費者行動というものを研究しています消費者行動の研究は今まで海外からの研究をそのまま応用するものが多かったんですけれどもやはりそれではわからないことが多くなってきましたそのため私は今日本独自の消費者の行動の研究を海外に発信していくということをテーマに研究しています いくつかやっているんですけれどもその中で今日は長寿の研究についてお話をしたいと思います日本の中で今長寿者65歳以上って何パーセントぐらいいるかご存知ですか今25パーセントなんですで、この25パーセントの人今まで年配の人っていうのはあまり消費が活発ではないということでそれほどマーケティングの対象とはなってなかったんですけれども 今の六十五歳以上の人というのは、段階の世代と言われている人たちで、いわゆる高度成長期も経験してくればバブルの世代も、バブルの時代も経験してきて、非常に消費というものに対して関心が高い世代です。このため、今までの年配者とはかなり違う行動があるということが分かってきました。例えば、その中でも情報感度の高い人たちに焦点を当ててみると、 非常に質の高い生活を求めるからもう節制をしているから友達が多いから早めに先の準備をしている、まあ、そんなようなことが分かってきまして、まあ、そういう先のことを考えながら非常にこう豊かな消費生活をしているという形になっています。 現在日本がその面ではリードしていますが先進国が大体そうなってきますと今こういう年配者の人たちをターゲットとしたマーケティングを日本国内でやっていると多分10年後世界の中のリーディングカンパニーになれるのではないか、まあ、そのように考えています。 従いましていろいろ日本が独自にできる研究はありますけれどもこの長寿の研究というのは医学部的医学的な見地だけではなくマーケティング的にも非常に有効であると私は考えております。